恥ずかしいね、うん、ちょっと恥ずかしいですね、うん、あんまり人前でこの2人で喋ることはあんまりというか初めてあのあれじゃんテンパレーのライブの MC ぐらいセキララセッションです。この企画は、ブレメンの僕高木翔太が、対談したいなと思う人をあの呼んでそれがあの小原亮太さんだったわけですけども、ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、亮太を選んだ理由としては、まあ、これ撮影してるのが4月の何じゃ末の方なんですけどちょうど4月からテンパレーのツアーがあってそれで俺がベース弾いてるのとそもそもそのテンパレーの新譜の新アルバムのゴーストワールド違うゴーストアルバムゴーストアルバムのベース大体弾いてて、うん、で割とだから去年末ぐらいからよく会うそうだねそうゆかりあるっていうけどもだいぶ短い。まあゆかりの短さ的にはそう短いけど、ほんまに2、3ヶ月ちゃう。下手したら。ただまあ濃厚だからね。濃厚だけどね。だからまあ、うん、っていうのもあるし、まあ亮とか前々からなんかいろんなメディアとかもそうだけど、直接、うん、ブレメいいよ売れるよって1日1回ぐらい言ってくれるんで、うん、まあこれプロモーションだからなるべく俺らのことを褒めてくれる人の方がいい。そうだね。だから今日はちょっとお願いします。うん、じゃあね、俺のね覚えてる限りだと、うん、もうビバラで一昨年の、うん、テンダーで出てて、テンパレで多分出てて、あのさ夜ライブしたの覚えてる？うんうんうん。前夜祭みたいなやつ。あのね、あったり田島さんね。そうそうそう。で企画みたいな。そうでなんか夜別ステージでライブした後にテンパレチームとテンダーチームでなんかアジカンのライブをなんかビバラのビップルームみたいなところで見たの俺覚えてる。え？でもすごい酒振る舞われてめっちゃ酒置いてあってなんかああ埼玉はい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 、はい、なんかよくわかんないさ、うんうんうん、直接部屋みたいな、うんうん、ところで多分俺そん天皇が見るとこね。天皇が見るところだね、その大事なやつだったら。ワールドカップとか。そうそう。あ、でも本当にそう。そういうとこで、多分会ってたけど、その時もすでに、もう、ベロベロだったし、うんうんうん、俺も多分それなりにベロベロで、あんまりその、出会ったって感じとかなかった。その時は。それはね、俺ね、翔太。認識してないよね。認識してないかも。多分。喋ってないんじゃない喋ってないと、まね。夏木くんとはでも喋ったんだけど。うんだから多分その後ちゃんと喋ったのはなんそれもなんかのフェスの打ち上げで俺がテンダーチームで出ててテンパレで出てて新木場かなあそうだ、うん、ホストか、うん、で飲んでる時にそのぐらいの時は顔見知りにはなっててでなんかメディアでも言ってたけどお互いいけすかない印象みたいな、うん、で俺はまあいけすかないっていうか怖いじゃんなんか喋んないと怖いなんか怖いっていうかさすいませんね全然喋ったらそのさ柔らかいんだけど。で、まあ、多分俺もそうなんだけど。で、多分いけすかなかったんだけど、多分なんか、アイディアンドティティの話したんだよね、確かに。うん、ちょっと三浦淳さんの、そうそう、漫画の。で、ブレイク。アイディアンドティティ好きでしょって言われたんだよ。あ、俺が言ったんだっけ？あ、そうかも。だからなんとなく、そうそう。なんか多分、リョート見てて、てかまあ、テンプレの曲とも聞いて、わかんないけど、なんとなく好きかなって思って、多分聞いたら、うん、そっから話盛り上がって、それで結構仲良くなったような記憶するけど。そうね。で、その後、ティティってアルバム出してて。そうですね。で、俺がものすごく気に入って。そうだね。一方的に恋をしたという。そう。そうだよ、ね。そういうふうに。それで、ずっと、ちょっと次の作品を、翔太でやりたい、やってみたいなっていう話を持ちかけて、ただその、結構被りがさ、うん。ああ、まあね。なんていうか、多いじゃん。はいはい。それがものすごく嫌で。やっぱちょっと嫌じゃん。いや、わかるわかる。だし、まあフロントマンだからさ、うんうん、なんかこう、あんまりフロントマンとやることってどうなんだろうっていう、はいはいはい、循環がさ、まあまあね、難しいなっていうのが、はいはいはい、あったから。あとコロナだね。コロナで多分、割と早い段階で誘ってくれたけど、そもそもリリースタイミングとかもさ、ゴ、うん、ストアルバムが後ろにちょっとずれていったりとかしたから、うん、ね。だからプリプロとか、オンラインで割と長い間だったりとか。うんしてたかな。だから割と去年、そう思うと、なんだろう。去
去年新しく出会った人、ミュージシャンの中では多分、りょうとが俺は結構その、なんだろう、濃い絡みだった。うん。去年から、まあ、今年になって。まあ、大体かっこいいやつっていけすかないのじゃん。また自分で言っちゃうの、それ。自分もだけど。いけすかないやつ。そうだね。いや、ほんまにかっこいいことしてるやつ、最初当たり障りのやつって大体あの、最後しょうもないじゃん。それはわかる。開いてみたらやっぱりかっていう。あ、わかるわかる。うん、まあそうだね。逆に、いけすかなくないやつでかっこいいやつあんま見たことないよね。そうだね。いけすかないままのやつも見てるね。あ、そのままね。うん。ただ単にね。うん。何のバナ？これさ、いつも思うんやけどさ、うん、この、要は影響を受けた音楽でしょ？うん。影響を受けた音楽って難しくない？要はさ、その潜在的に、あ、そうね。受けてるものって、ね、多分あんまり、認識してないよね。そう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 。うん、例えばじゃあ、自分がこうスタイルにしたミュージシャンとかはまあいると思うんだけど、はいはいはい、そうやってなんかこうね、うんうん、あの、なんていうかこう、もう形成しようとしてる、まあ、自分で自ら。意図だからね、意図が。そうそうそう、確かに。だからもっとね、もっともっとこう、記憶のないところのやつを聞きたいんでしょ、その。ああ、うん。俺も。一日ファンクに繋がってたと思う。ああ、まあそうだね、うん。あ、でも俺だからね、多分、それで言うと、父親フラメンコギタリスト、母親がフルートで。かっこよ。かっこいいでしょ。俺、親父電気屋で、おかんが、あの、スナックで働いてて出てた。でもね、俺はだから逆にそういうの好きなんだけど。好き。だから全然そういう好き。変なのよ。その、そういう意味では、こっちはこっちで。なんか、その、うん、親がさ、ミュージシャンだから、その、そう。俺だから音楽始めた高2なんだけど、うん、そこまでずっとサッカーしかやってないけど、ずっと音楽はあって、ね、うん、で、多分だからその、かっこよ。まあ、乾電池しかなかった。乾電池もかっこいいもんですね。乾電池かっこいいことあるか？いやいや、かっこいいよ、乾電池。聞いたことないよ、乾電池かっこいい。まあ、いやでも電気屋とかさ、まあ、はい。いやいや、大丈夫、大丈夫。フォルフィー、俺、ちゃんと育ってた。そうだね。まあでもだから、そう。だから家でずっとちっちゃい時流れてたのか、クラシックとその、かっこよ。ジャズと、おお、かっこよ。ジプシーミュージック。かっこいいな。かっこいいんだけど、そう。で、ボーイとエイちゃんよ。まあ、比較で出すとさ、ボーイとエイちゃんは面白いけど、いや、まあでも、多分さ、ボーイとエイちゃんもだから潜在的になんかあるかもしれないってことだよね。うん、俺もそれが多分それに当たるし、そうだね。うん、なんか、別に影響ってだから多分、そうね、本当になんかそういう幼少期とか、なんか小中学生とかのやつの方が大きいのかもしれない。だから俺、ずっとサッカーやってたからさ、中学のそのサッカー部ってさ、もう本当に、どうしようもないやつばっかだから、その、基本的に流行りに乗ってないともう、省かれる。え、なるほどね。そうそうそう。うん、で、それもあって、だから俺もう、普通に中学の時 J-POP ヒットチャート、10位までとか聞いてて、うん。オレンジレンジとか。オレンジレンジも聞いたし、うん、まあ嵐も聞いてたし。嵐、うん。でも俺ね、それも結構自分の中に、なんか、残ってんのかなとは思う。あ、わかるわかる。なんか、うん、ポップスっていう意味で、はいはい、なんか、そういうの、なんかあるっていう。そういう、なんていわゆる、その後じゃん、多分さ、音楽始めてって、例えば、アンノーンとかさ、うん、その、なんだろう、そういう、割と、なんていう、普通じゃ知らないような音楽に、うん、まあ、自らこういう手を出してるね。その前って多分、ルーツあるよ。そういうのってなんか。だからね、俺の場合はね、やっぱその、オカンの、うん、カーステルミュージックって、ね。はいはいはい。だからその、90年代のね、J-POP なんだよ。ああ、はい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 。そう、わかる。だからまあ、宇多田ヒカルもそうだし、はいはい、まあ、TK 世代。はいはいはい、うん。TK サウンドね。そう、TK サウンドとか、やっぱあの辺のね、もうもろ90年代の、うん、90年代のさ、J-POP ってさ、まあ、ジャニーズもそうだったけども、め、うん、ちゃくちゃブラックミュージック。そうなんだよね、ジャニーズ。わかるわかる。もう黒人のミュージシャンとかバンバン後ろで弾いてたし。スマップとかね。そう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 。そのし、でもなんか歌謡的要素もあって。そうだね。っていう。いや、わかるわ、めっちゃ。なんかもう、そもそも、土台としてあんのかな。そうだね。だから、そのルーツを辿ると結局、だから、俺らがその後掘ってった音楽とかに結局辿り着くみたいな、ね。実はね。ね、とかあるよね。うん。そう、だから、多分、結構例に挙げる、影響を受けてるミュージシャンとかってさ、うん、結構生きてるよね。いや、またその話やな。違う違う。え、どういうこと？え、いやいや、なんかさ、なんかわかんないけど。じゃあ本当に、じゃあ例えば、インタビューで、あなたが一番影響を受けたミュージシャンですかって言われたら何て言うんですか？あ、だからその、硬いやつでしょ。硬いやつ。硬いやつ。格好つけたいやつでしょ。そうそう。格好つけたいやつ。あ、でも難しいわ、それ言われると。でも、
本当のルーツって多分ダサいよね。ダサい。うん、わかる、うん。それはめっちゃわかる。そうなんだ。そのだってさ、小学生でさ、なんだろう、P-Funk 聴いてるやついるわけないじゃん。そうなんだよね。だからさ、最近思うのが、うん、本当に影響を受けてるのって結構もっと身近な周りのやつらじゃない？ああ、わかる。ああ、めっちゃわかる。だから同世代に面白いやつがいなければ、うん、自分面白いことやろうってやっぱ思わないんだよ。はい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 、はい。そうだね。確かに。難しいな、確かに。なんだろうね。なんか、これってさ、うん、バンドメンバーでやるじゃん。まあね、あんまないよね。これなんか、こんな感じで。いや、でもいいんじゃない？まあ、まあまあ。見えてるんだよな、ちょっと。いいよ、せーの、ここ。この笑った時の顔ね、こことここにね、ちょっとだけここに、あー、ここね。あとね、顔ね、あのね、俺のイメージだけどね、こう歯がこういう感じなんだ。あ、まあ、ちょっと刃あるね、うん、その笑った時に、はいはいはい、こういうその質問で。笑顔が可愛い。ああ。うん。外見のことってあるんだし。笑顔が可愛い。笑顔可愛いっす。笑顔が可愛い。うん、笑顔こっちも可愛い。ああ、ありがとうございます。誰これ。鬼みたいなやつ。ブレームです。ああ、ブレームでしょ。はい。俺は、まあ、セックスの価値観が近い。です。だからさ。いや、まあ、ほら。一緒に戦闘通してる。いやいや、でもよく話すじゃん。その、これって多分音楽と一緒なんだなと思って。セックスと音楽は似てるかな。違うと思う。違うかな。違うかな。違うと思う。あ、違うな。でもまあ、まあ、これはじゃあ冗談だとして。いやいや、いいじゃん、それ。いい、これでいい。それこれでいい。まあでもほら、なんか、その、セックスの価値観が近いっていうのは、うん、その、それ別にあの、違う人がダメってことじゃなくて、うん、なんかその、めっちゃ尽くしたい方じゃん、多分。尽くしたいってさ、うん、なんか。いや、これあんま違うかも。これも好きです。あ、俺の弁明、確かに俺の弁明すぐ。すぐする。でも好きなんだ、それ。好き。あ、ほんと。うん、やっぱね、翔太ってね、うん、こう、野生的な部分と、うんうん、なんかこう、合理的な部分がね、めちゃくちゃね、こう、ちょうどね、あ、合わさってる感じなんです、うん、そう。偽物の犬みたい。偽物の犬、そう。どういう例え？どういう例え？偽物の犬みたいな、ね。まあでも、セックスの価値観に関しては、非常に近いです。要は、いたんでしょ、ボーカル、うん、ブレーメンっていうものがそもそもボーカルいたんでしょ。そうそう、肝心の時にねえ、ボーカルいて、想像つかないわ、逆に。 YouTube 上がってるけど、普通に別のボーカルで、そう、肝心体制でも、それ、そのセイ君っていう人が抜けるってなって、まあ、俺がもともとデモとかで歌ってて、そもそもそのセイ君も俺のデモの声をいいとか言ってくれてたのもあったり、うん、ちょうど俺がその時ぐらいに、なんかソロとかやろうかなみたいに思ってた、うん、そのブレーメンはやりつつ。っていうので、ちょうどその抜けたタイミングでそうなったから、でもとりあえず歌うかぐらいな感じだったんだよ。うん、なんかまあメンバー新しくボーカルに買ったらそれもそれでいいし、みたいなぐらいの感じだった、ほんとに。で、なんやかんや。え、曲自体は作ってた？曲はもともと作ってたけど、でもやっぱその、ボーカルいて俺が当て書きしてたから、うん、で、その俺が歌うようになってから、もうその、自分に当て書きはあんまできないなって思って、うん、まあだから結局自分のことを歌う感じの曲になってったから、うんうん、そうだね、歌詞の感じとかも全然違くなってきたし、なんかね、俺その、ブレーメンのボーカルをやるちょっと前に付き合ってたから、あ、これダメだ。言えないわ。言えないわ、これ。言えない。うん、いや、多分、いや、透けるかなと思って。俺が歌う前に付き合ってた方が、まあ割とその、なんて、バンドで言ったらフロントマンみたいな職業だったわけ、うん、で、その人と付き合ってその人に影響されて、多分、作ってみたいなと。そう、まあ、てかそのフロントマンになってみたいなみたいなのが多分ちょっとあったんだと思う。ああ、なるほど、ね。うん、なんか、そういう影響はあるのかな。あとタイミングが重なったみたいな。どう見てもフロントマン、顔じゃん。
まあそうなのかもしれないですね。だからさ、それがこうサイドにいたそのフロントマンって、うん、僕も見たことないけど、はいはい、だいぶ年いってた。あ、そのもともといたボーカル、うん、はもうだいぶ年いってる。俺より上だよ、30、60くらいの渋みないと。ああ、そういうことだよ、うん、キャラ立てできないでしょ。そこまでは言ってないけどね。しか相当ブスか。あ、でも、だからキャラは立ってたけどね。リョウトが、俺むしろだからさ、リョウとその出会った時、もちろんそのテンパレでもやってる、バリバリやってる時からじゃん、うん、だからそのむしろ最初ギタリスト志望だったっていうのがめちゃくちゃ意外なんだよ。そう、だから一緒や、本当一緒で、うん、俺もその曲は自分で作ってて、はいはい、で別でボーカルがいて、うん、で、まあ、それを追いかけて東京に行ったんだけど、はいはいはい、でそいつが大学に先1個上だったから、うん、って言ってめちゃくちゃつまんないやつになってた大学でね。そう、はいはいはい、で基本僕大学生その時嫌いだから、うん、まあまあまあ、それでね大学生コンプレックスみたいな、はいはいはい、それで、ね、2、3年ずっと探してた。あ、ボーカルをね。へえー、もう大学嫌いと言いながらやっぱりどうせだけるのは大学でしょ。まあそうですね。知らない瞬間に紛れ込んで。いや、もうマジで。そう、いろいろ探してて、はいはいはい、で、その間に繋いで自分で趣味でやつ。ああ、なるほどね。それの延長なんだよ。はい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 。でも本当にノリ。まあ多分ノリだよね。そう。だから本当にそのボーカルとしての意識が芽生えたのがもう最近やから。うん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 。でしょ、多分。俺もそうだね。歌うの好きな人って、多分人が作る曲じゃないなって思う、俺らの。お互いに。確かに確かに。なんかその、で、テンパレの曲とか歌って気持ちいいなってももちろんあるし、多分ブレーメンの曲にもあるんだけど、なんかそもそものロジックとして、うん、なんか多分そういうメロディーに対してそういう捉え方をしてないのかっていう、うん、なんか。だから多分やっぱ器楽的だと思うんだよね。なんかその、ギターじゃん。で、俺もベースじゃん。だからなんかその、旋律の考え方が、あ、なんか歌としてこう考えるというよりは、言われたことあるな。ほんと、なんか、俺も結構言われるんだけど、なんかその、フレーズっぽいって。そう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 。多分なんかそれは近いのかもしれないし、お互いになんか、もしかしたらお互いがだかお互いのその曲を好きみたいなと思って。そうなんだ。だから、アコギ一本持って自分の曲歌ってくださいって言われても、多分響かないんだよ。いや、わかるわかる。そう、そうなんだ。うん、だから全部込みでね。そうそうそう。それめっちゃある。でもいい曲かね。ありがとうございます。じゃあ僕、僕やってます。ああ、じゃあ順番に行くか。ネクスチャーファンク。いや、それさ。嘘だろ。プレスリリースのやつだから。内側の人が考えた。いや、面白いよ。これちゃう。これちゃう。違う。うん、じゃあ俺先行く。うん、文字が汚いですけど、息快快かつ圧倒的美メロと声かっけ。いやいや、一言で表せや。あ、一言か。まあ、うん、まあ一言ってことで、いやもう本当にね、なんかね、リョウトの作る曲はちょっともうよくわかんなくて、わかんないっていうのは、もう発想がちょっとわかんない。全然その、自分と全然そういう意味で違うくて、だから本当に、全然その、なんていうか、大体の曲って、それこそその、アナライズっつってなんか、その、なんていうか、わかるんですよ。なんか、例えば、その、変換できるというか、例えばこういう曲聴いて、なんか曲聴いてたら、あ、これはこういうとこに影響を受けて、とかも大体やっぱわかるし、あ、こういうコード進行で、とかもわかるんだけど、それがマジでわかんなくて、両方の曲は。なんか、透けないというか。で、なんか、その、聞き快快だなっていう印象があるのと、なんだけど、結局、テンパレーってなんかその、なんか中毒性みたいななんかよく言われるけど、で、俺も実際、テンパレー、そのツアーしてくたびにテンパレーの曲を好きになってるみたいな。やればやるほどだし、まあそれは聴けば聴くほどなのかもしれないけど、それってやっぱりその、メロディーが美しいですよね、すごい。だからなんか、めちゃくちゃ癖になるというか、そのバランスが。と、声がかっこいいっていう、その両方。っていう感じかな。これでもさ、これ声の話で言うと、うん、これ翔太の声本当にかっこいいと思う。これってさ、うん、すごいよね。だからさ、俺たちってさ、ボーカルそもそも、はい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 、やろうと思ってなかったわけじゃん。そうだね。で、いざね、うん、今やっと自分がボーカルという意識を持ててるけども、はいはい、声ってさ、うん、まあ、一番多分、変えれないよね。変えれないし、うんうん、バンドにとって一番大事な要素だと思う。そうだね、そうですね。
不思議だよね。そうだね。でもなんか多分ボーカルが辞めてなかったらさ、うん、まだ多分体制変わってないでしょ。そうだね。うん、多分そうだね。それはそうだし、やっぱそうだね。やっぱ声によって、だから前いたボーカルってめちゃくちゃそういう風に歌うまくて、うん、でもうキーのレンジも広いし、で俺ってキーのレンジこんぐらいしかないから、うんうん、なんか作る曲自体も変わるわけよ。やっぱりその、はい、自分の声のレンジに合わせる。うんでもなんかそれが俺は今なんかすごいうまくハマってるなと思うし、うん、なんかそうだね、りょうとはずっと俺の声を見ていってくれてるからすごい、まあみんな言ってて嬉しいですけど、はい、どうぞ。僕はこう少年マガジン、あ、わかりやすいですね。そうでもこれはね結構言えてみようかなと、あの少年ジャンプではない、うん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 、あでもめっちゃわかる。でも拳を上げてて、はいはいはい、大体マガジンに掲載されてるやつってこう、ジャンプに掲載されなかった人たちでしょ。はいはいはい。言い方もあれだけどね。言い方もあれだけど。マガジンって、でも、マガジンって、すごいのよ。マガジンって誰？巻き返しが。何があったっけ？マガジン。まあ、それはええやん。ええんか。僕は言い方を続けて。それは置いて。置いといてね。うんうん。いや、でも、めっちゃ、その、なんか、ダサい、うんうん、ヒーロー、って俺めっちゃ好きで、はいはいはい、わかる。わかる、めっちゃわかる。なんかこうだってヒーローって絶対にダサいんだよ本当は、はいはい、っていう、あのいざでもいざ助けてくれるやつとか自分本当に共感できるやつって、うんうん、本当のヒーローじゃないか。そうだね。そうなんか全く手届かない人ってヒーローになり得ないと。そう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 、なんかその手の届くヒーロー、うんうん、でもヒーロー感はあるって話だよね。はいはい、そうそうそう、なんかそういう印象いや、めちゃいい、うん、少年マガジン、うん、そう、俺はこれ結構ね、だ俺逆に言えば少年ジャンプ嫌いだから。あ、そうなの、ね、うん、そしたらもう、俺は何も言えないわ。いや、俺はさ、そっか、少年ジャンプサバサバ、サバサバ。確かにね、俺は、そうそうそう。あ、違う違う、少年ジャンプみたいなバンド。ああ、はい、はい。少年ジャンプは最高だから。そうだよね、好きだよね、だって。少年ジャンプ大好きだけど、うん、少年ジャンプみたいなバンドは俺は好きじゃないの。まあ、もうわかるよ。言いたいことはすごくわかるよ、うん。俺はやっぱりね、こう、常にこう、ね、ボゾとばかり狙ってるやつの方がね。はいはいはい。真実味を帯びてるというか、うんうん、かっこいいなって思う。少年マガジンね、でもテンパリも割と俺の印象言われてみれば漫画ですよ。俺らはスピリッツ、スピリッツな。あ、でもまあいや好きよ、うん、スピリッツ系が分かる、うん、これまずどういう意味だろう。プレイタイムイッツオーバー、これはね、遊びは終わらないっていう意味なんだけど。なるほどね。俺らが遊びでホラーになって暇すぎた時に、そこに一緒に住んでる映像監督とかと、うん、プレイタイムイズオーバーっていう、めっちゃふざけた自主映画を作った。へぇ、そう、もう本当に内輪向けの内輪のための、うん、内輪だけで作る映画作って、まあ、それからちょっと持ってきてて、まあなんか、まあそのままだね、遊びは終わらない。まあこの遊びっていうのはなんか、ライブであったりとかもそうだし、なんかそういう、ね、自分の中のワクワクできることみたいな。だからもちろん良かったし、うん、もう多分これからどんどんこれをみんなが賛辞していくんだろうけど、うんうん、だからそういうこういわゆる褒め言葉置いといて、うん、いいよ、それもまあまあまあ最高って前提だから、うんうんうん、置いといて、なんか、うん、作り方掴んだなって感じだ。ああ、へえ、アルバムのっていうこと、アルバムっていうか曲の作り方、要はその、はい、なんか前回の EP、 あ、アルバムだ、ティティ、アルバムか、ティティから、まあ僕は好きで、ただそのアルバムとしてトータルとして、うんうん、やっぱ自分は聴くからっていう時に、うんうん、こうなんかその片鱗がこう、はいはいはい、見えてたというか、うんうん、で多分これ翔太もなんか感覚としてあると思うんやけど、うん、なんかここをつついたらパッと広がってしまうっていう感覚を得たと思うんだよ。ああ、なるほどね。それを得た人ってもうしばらくは一生曲かけるっていうか。ああ、はいはいはい。そう。それを未だに掴めないやつが5万とお父さんいっぱいいるんだけど、うんうん、
本当にね、これはマジで合ってて、うまく言えないんだけど、うんうんうん、なんかこう、掴むとしか言えないんだけど、はい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 、作り方を掴む、その、掴んでるアルバムだっていう、掴んでるアルバムっていうか、掴んでる曲を作れるようになったんだなっていう、ああ、なるほどね。掴めたんだなっていう感じがして、やってる間はそんな感じしなかったけど、なんか俺それこそ、なんだろう、例えば、セキララって曲とかを、うんリリースして、なんか俺その掴む掴まないに関しては、なんか、あのね、それ、俺なんかあんまり作ってる時って別に外に出た後のこと全然考えてないし、誰にどう聞いてほしいとか全くないんだけど、うん、掴む掴まないに関しては、セキュララ出して、なんか周りの、まあ、そういう意味で反応、うん、見て、ああ、なるほど、その時に、はいはいはい、なるほどってなった、うんうんうん、その自分的には。要はこれでいいんだっていう。そうそうそう。だし、その美味しいところを。そうそうそう。なんかその、出したことによってすげえ客観視やっとできて、そういう意味ではなんか掴んだみたいな、なんかちょっと思ったかも。うん。やっぱりね、曲が全てだと思うの。うん、というか。どんなプロモーション、金をかけてプロモーションしても、うん、そうだ。どんなイケメンを揃えても、圧倒的に曲に勝るものはない。そう。本当の意味で、本質的に。わかる。っていうところで、自分たちのさ、うん、ステージと、その、いわゆる大衆っていうもの、うんうん、さ、うん、間っていうものが絶対的に存在してるさ、うん、で、どこまで自分がやっていいとかさ、はいはい、どこまでこう、とかっていうの関係ない、なんかこの絶妙なポイントっていうのが、そうだね、そうだね。存在するって僕は思ってるんだけども、わかるかも。もうね、なんかね、やっぱ翔太はね、ついてくる。だからもうね、好きなんです。ありがとうございます。そう、要は僕はもう壊しにかかってないやつが全く興味ないの。はいはいはい。いや、わかる。壊し、もう絶対に音楽も芸術もな絶対壊していこうなと思ってるから、うんうん。もうそもそも大前提として、なんか俺らがやる必要のないことはやりたくないというか、別になんか、俺らじゃなくてもいいんじゃねえかみたいなやつ作って本当意味がないと思うし。本当そうなんだよ。でもね、だから俺は、そのテンパレがメジャーで、一発目で、まあ俺が参加したアルバムだけど、てかシングルをさ、メジャーでバンってやったら、これ結構いろんな人言ってるけど、マジで最強だな、最高だなって思って。いや、今ブレーメンの話してる。ありがとうございます。ありがとうございます。ブレーメンのアルバムの話してる。ちなみにさ、俺単純に聞きたいんだけど、結局、一番印象に残った曲って何？セキララだね。だからこれさ、セキララなんとかっていう、うんうん、あるでしょ。あ、セキララセッションだね。その前から俺セキララ一番はいはいはいいって思ってて、で俺ツアーで相談したやん。そう、相談されたんですよ。この話ね。いや、面白いよ。この人だから、そう、一番、セキララめっちゃ良かったみたいな、アルバム聴いてくれて、全部良かったけど、圧倒的良かったって言ってくれて、でもこの曲って、先行リードだし、このセキュララセッションでも使われるし、なんか、ちょっとめっちゃそのいわゆるリードっぽい立ち位置になって、俺これ選ぶのダサくねえかなみたいな。ちょっとやめようかなって思ってんだけど。その後に聞いたからね。あ、そうそうそう。いやいや、それは思うままに。そうだからね、翔太の上手だなって思うのが、うん、やっぱポップ的要素がうまい。ああ、はいはいはい。うん。くどくない。うん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 。例えば、セキュララの最後の、うん、ね、うんサビ、ケツ、はいはいはい、フレーズであるとか、あるまあ、それ一発あったら正直もうあと何でもいい。ぐらいの、はい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 、なんていうのかな、はい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 、うまいんですよ。ああ、まあ、あれ、うまいって褒められ方あんまされないから面白いけど、嬉しい。なんかね、ディズニー音楽でも感じるんだよね。ああ。このワンフレーズが全く覚えられへんっていう。はい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 。あ、でも逆にそのワンフレーズがあるから。そう、ものすごいクラシカルで。うんうんうん。実はなんかよくわかんないんだけど。ああ、そうだね。確かに。ああ、めっちゃなるほどね。でも俺それテンパレにも感じるけどな。うん。うん。でも多分それ意識があるってことでしょ。そもそもそこに。なんか。いや、まあブレーメンの話でしょ。でもありがたいんですけどね。はい。でね。これからほんまガチでっていい。いいよ。いいよ。俺、ほんまに、ちょっとうまくまとまらなかった。本当に次の、うん、次のって言ったらするやな。なんだよ。次の世代の、次の世代の、
じゃあ今の世代の、いや次の世代のブレーン名やと思うよ。ありがとうございます。いただきます。いや、これ、それ言われたらさ。本当に、あの、これだけは言いたいんだよ。俺、このカメラを通して言いたい。ダサすぎない？最近の。はい、いろいろね。まあ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 、まあまあまあ。あのさ、別にさ、いいんだよ、みんなさ、それぞれ。いや、それは言って。いいんだけど、本当にさっき言ったように、別にお前らじゃなくてもいい。それめっちゃ重い。奴らがプチョ変座して、それめっちゃ重い。この時代において音楽がどうのこうのって力説してるのを見て、俺は、ものすごくね、腹立たしい。いや、まあ、わかる。俺はなんかそうなった時に、もう本当に、すぐ遮断しちゃうから、興味ないって。怒りにもなんない。わかる。言ってることも。そう、だからそれを、ついにこう、同世代で、一緒にこう、鼓舞できる、要は悔しいやつらが出てきたの。はいはいはい。そうだね。そうってよく言ってくれてるし、俺もそれはなんかめっちゃ、確かにって思う。なんかテンパリにもそれを感じるから、なんか多分やっぱ結局、で音楽って別にそんな難しくないというか、別になんかもう方法論さえ覚えちゃえば、まあ今こんな時代だし、本当誰にでもなんか濃いものみたいなのはいくらでも作れるから、そういうなんかどっかで聞いたことあるやつ、サウンドって、なんだかんだお客さんってさ、なんか分かりやすく何々っぽいよねって誰か言ってたらさ、まあそれも好きだし聞こうかってなって、あ、いい感じって、まあなるのはさ、まあしょうがないし、別にそれが悪いとも思わないんだけど、単純にそれをその実際やってる人たちに対してというか、いや、まあ、に対しては何もないんだけど、まあ、少なくとも絶対そんなことはやりたくないよなっていうかさ、それだったら別に音楽やってる意味あんまないなと思ってるから。やっぱそう思ってるんだ。思ってるね。結構思ってる。だからさ、壊さないものに何の価値があるんだろうっていうのを思っちゃう。こうしていきましょう。そうですね、そういう感じです。そうだからブレイミング売れると思います。頑張ります。ある難しいよね。クインテビューの最後絶対聞くよ、まあ、今後どうしていけたい、でも最後なんだよ多分。だからこれ難しいよね。俺ないんだよ。いや、そう、俺もないんだよ。そう、ないよね。ない。なんかその作りたいと、こういうアルバム、こういうアルバム作りたいっていうか、なんかその、対作品に関してとか、なんか音楽自体に関してはあるけど、別になんかその、バンドとして行きたい場所みたいなのって、まあ俺だったらさ、まだ、フレミとそのフェス出てないから、それはもう、イベントとしてフェス出たいみたいな、楽しいから、はあるけど、無事出たいとかはあるけど、まあそれも多分出るだろうし、いずれ、なんか、そういう過程だもんね。そうそうそう。そういう後にじゃあどこに行きたいかって言われると、本当別にそこを目指して何か、っていうかまあさ、そもそも別にそこを目指すために音楽をやってるわけでももちろんないからさ、音楽作って気づいたら、あ、こんなとこまで来てんだな、みたいなのの連続でしかない。でもそれで言うとさ、この間さ、高松のさ、夢語り合って。なんだっけ？なんだっけ？どの夢だっけ？高松だっけ？橋本環奈。ああ、そうっすね。もうバンドとしてではないけど、やっぱ、いけたんじゃないですか。長さもそう。ああ、です。いや、後半ちょっと酔っ払ったっす。いや、ちょうどよかったです。ちょうどよかった。正直ね、翔太とは、結構一生話せる。いや、そうかも、確かに。うん、正直言うと、翔太は、もっと重いし。あ、ちょっとカメラの前に。まあ、ちょっと緊張してる部分はちょっとあるかもしれないですね。いや、だってさ、この角度でさ、人と喋ることないじゃん。なんかその、まあでも、楽しかったですよ。なんか、まあ、俺的にはその、りょうとから、りょうとがブレーメンをすごい好きでいてくれて、かつ押してくれてるっていうのを引き出せたらって思ったら、すごい喋ってくれてたから。それは、プロモーションとしては、大成功って感じで。
まあでもなんかそう、ね、割とこういうこと話してるからね普段。正直全然言い足りてないけど、そのブレーメンの魅力を。本当に、うん、俺はもう自分のことなんて言うからブレーメンの魅力を伝えたかったんだけど。プロモーターや。プロモーションしてくれてる。プロモーターより上手いと思うよ。あ、本当に、うん、本当に喋りたかった。まあ、それぐらい魅力があるって本当は思ってるからね。いや、でも本当にね、それを本当に思ってるんだなって思うぐらいすごい言ってくれるし、ちゃんと。他のバンドを褒めるなんて絶対あるまじ行為だから。まあそうだよね。てかあんまそういうのしてるイメージがないから。いや、本当にしない。うん、全員ダサいと思ってる。ありがたいものです、本当に。はい、本当の気持ちになるんですけど、ありがとう。こちら、どうぞ。ありがとうございます。お、めっちゃ嬉しいよ、これ。でも、ほんまに。これ、いいんですよ。俺も、なんか昨日ぐらい初めて見た。なんか、収録曲、そうだよね。まあ、あのね、逆に多いよね。あれ、モンスターアルバムって何すんの？確かに。そんなの収録時間どんぐらいなの？あ、でもこれだから短い、30分でちょうど。ああ、うん、そう。でもなんかね、で、ティティが8曲で、プレイタイム、イズンとこのアルバムが9曲だから、だんだん増やしていこう。次10曲。これさ、ほんとさ、これを持って話すべきだったよ。あ、別にでも、だい、映すんでしょ、これ、このカップは。このジャケットの話とかしたかったよ。ああ、まあ確かにね。うん、ああ、確かにね。アートワークの話とかさ、絶対盛り上がる。ああ、確かにね。まあいいか。まあ。じゃ、第2回。はい、ということで、ブレメンセキララセッション第5回目のゲストはテンパレーから小原亮斗でした。亮斗さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、待ってね。待ってね。